皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もビレッジオブシャドウズ遊んでいきましょう。さあ前回ですね、この湿地帯のボートハウスにやってきたイーサンで、今回ね、できればボス戦までか収録していきます。まずエンジンをかける、ボートの鍵で、こっからかクニスと再会です。ここのクニスやっぱりこれひどいよな。お前には関係ないっつってさ、最も関係ある人じゃない、イーサン。で、その前に、モローか。今のは。よしと。アイテム。あ。これね、そうだ。一周目ですね。こっち、これ行かなかったんだ。こっちにですね、魚がいました。どうかな？あれ、今回は、開いたわ。そうそうそう、ほら。ね、ナマズがいます。これぐらいかな？あとね、そうそうそう。宝石。消しようか。で、これ取って、クリス。なんだ、ここ。研究室か何かか。一体何を調べてる？おい、やめろ！おとなしくしてろ！イーサン。こんなところにいるとは驚いたな。ここで再会するとは残念だ。クリスか、お前、ミアを殺して、次は俺だけか。隊長、外で異常な揺れを観測した。すぐに移動しよう。揺れだと？震源は？不明だが、このままここにいれば、ミランダに知られる。おい、待て、ミランダだと知ってるのか？黙ってろ、イーサン。お前には関係ない。サンプルの分析結果は。やはり得意菌とつながりが。これ以上は首を突っ込むな。おい、下がってろ。やめろ、来るな。お前、出口は水中だ。逃げられない。相手してる暇はない。ダメだ、もう遅い。ミランダ様はすでに儀式の準備を進めてる。お前はその時間稼ぎか。哀れだな。なんてことを。ミランダ様と一緒になるのはこの俺なんだ。お前じゃない。何の話だ。お前なんか変だぞ。もうダメ、我慢できない。助けて。どうして、ママ、どうして、どうして。さて、今のが暴走か。ジャンプ。後ろから板っ端が飛んできたわ。あんなのどうすれば。あとモロさん、あれ不思議だな、ジーパンだけなんか破けてない。そう、あんななってもね、人間の姿になるとジーパンを履いてるっていう。で、これがですね、水門の操作手順。
大雨で旅情に被害が予想される際は、速やかに下記の手順を実行してください。まず1番、クランクで風車を動かし通電させる。で、2番、通電後レバーで水門を開ける。これね、すいません、一周目見逃しておりました。ほいで、まず、どうしようかな。いらっしゃい。弾売ってっかな。これがですね、売ってないわ。そっかそっか。灼熱弾、これどうしようかな。とりあえず、買っとくか。その商品は一番の人気ですよ。と、カスタム。カスタムがこれ高いんだな。ショットガン。マグナム。と、売却。先にそうね、売却。では、お題。おっしと。金目の品を見つけたら、ぜひまた。で、まずね、トイレ。トイレ。一個だけ自分、開けてないっぽいんだな。どこだろう。と、ココちゃん。ココちゃんは、いいや。ほっとく。かわいそうだしね。圧迫するしな。と、スクラップ。で、これはメモ。クランクにガタが来てる。壊れたら、2号機。で、壊れます。ちょい待ってね。1400円。マジかよ。そう、これでバキッといって、で、下ってそっち。まあでも、雑魚いないからね。平和だわ。ほいさ。あとね、そうだ、コメントでもらったんですけど、今作、クリスがさ、ミランダがミアに変異してるっていう情報をつかんだのは、どのタイミングなのか。でも確かに言われてみると結構不思議なんだよな。だって、ミランダってほら、即座に変身できんじゃん。老婆になったりとか。だからずーっとミアに化けてるっていうわけでもないし、今んとこそれすごい謎かな、本作で。どのタイミングでミランダがミアに化けてるっていうのを知ったのか。そこは危ないよ。そう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 。これでいけるはず。当たったろ。今のダメ？これで、よし。こっか、あ、いいね。こっからこういけんな。よしよし。さあ、まず、一つ。でですね、そう。これな、ほんとこれ普段使いどうしてんだよ、これ。めちゃくちゃ面倒くさい、足場のギミック。これでこっち。で、ガッチャンして、渡ってそっち。で、ガッチャン。これで、渡ったらさらにガッチャンして、こう。でですね、こっから、この3つか。これがすいません、よくわかんねえ。どうだったっけ？ちょっと待ってね。白、黄色、青。この間がほんといくもどかしいわ。で、バーっといく。いくぞ！よし！で、ちょっと待つ。大丈夫？いいの？おぉ、あっちゃっちゃっち。で、ここはですね、その左に一旦、避けて、ちょっと待ってかないと。あ、これちょっと混ぜたね。そうそうそう。見ててよ！パパ！どっから声出してんだよ、そいつ。よーし。
ものの1分撃破は本当に簡単だったね。マグナムとりあえずぶっ込んでれば勝手に死ぬという、あんなあっさり終わると思わなかった。本作そうね、多分敵ごとになんか武器が効く効かないってのあるのかな。補正が乗ってるみたいなさ、ブラッドボーン的な多分あると思います。なんとなくそんな感じ受ける。ほいさ、さあこれでそっち、いいね、サクサク。これでもうボス戦か、早いな。ちょっと待ってね、アイテムないか。この週そうだな、ヤギ人形あれ全部回収すればよかったな。よし、本作のトロコンやったね、結構むずいんだよな。大物が釣れたな。特にやったのも多分マーセナリーズの全部 S1 クリア。よし、あれってどうなんだろう、なんか裏ステージがあってさ、それも全部 S かな。よしよし、さあクランプ、これでこれもいいのか、これもぎ取って、いや違うよね違うよね、これ使うんだよね。ここで、こっちはないんだっけ、ん、いや、ちょ待って。あれ、クランクってここで使うんじゃないっけ、違うっけ、これ、はしごでしょ、あれ、いや、これって確かここで使うんじゃなかったっけ、ん、判定がないぞ。このままでは登れません。あ、これでか。よしよし。一回まずインタラクトね。で、ぐるぐる。よしと。どこを飛んでるんですか。さあ、ジップライン。怖いよね。バーッと。よーし。さあ、これで、ここもぐるぐる。いや、これほんと、分かってると爆速だな。本作はですね、イベントシーンをスキップできる。これがね、嬉しいんだ。セブンはできませんでした。よし。で、次。パズルか。水門開ける。イベント全部見なきゃいけないってのはね、結構やっぱしんどいんだよね。これで青でしょ？で白。青。で白。ほい。イベント全部見るってことあれもか、デトロイト、デトロイト、ビカムヒューマン、あれも飛ばせないんだよね。でその割にすごい分岐がいっぱいあるっていう、あれもなかなか骨折れたな。ただあれ本当に傑作だからいいんだけど、そんなに苦痛じゃなかった。でもトロコンとか目指すとやっぱきついかな。で、これが日記。これはもう完全に知能が低下した後の日記。ただ人体実験はできんだな。他はですね、ないね。こいつそうだな。マグナム、
開幕マグナムぶっこんどっか。そんなに使う場所はないと思う。あとそうだ、追加パーツあったな、マグナムの。それ買っとこうかな、後で。まず開幕に5発ぶっこんでいく。なるだけ外したくない。よし、1発、2発、3発、4発、5発。これで上行くさ。ああですよね。これで上行って、で、雨が降ってくる。これはしっかり回避。ここでそうね、スナイパーライフ。いや、これショットが減ったな。ハンドガン効いてんのかな。それかも地雷使うとかね。あと爆弾か。あ、ここにいた。よし、なるだけの人型のとこ。そうそうそう、これ何、行ったの。いや、行ってないよね。これまずそうだな。まずい、つかかった。いや、これ弾使うわ。よし、ババッと回収してそこに。よし、どうだ。いってー、こいつ強い。一発は強い。くそ、どうしようかな。地雷使うか。パイプ爆弾、いや地雷かな、どっちかっていうと。よし、いやー効いてねえ、そんなに効いてねえ。いやー、よくないっすか。もう弾がないっすよこっち。さらに、なんでだよと言われました。今の何、被弾したの。これはしんどくさいな。くそ、こいつこれ硬えな。どうしようかな。意外とこいつ頑丈だな。これ困ったな。マグナム全部使う、もったいないしね。スナイパーライフル、どうしようかな。序盤やっぱり地雷撃つかじゃん。で、からの地雷セット。今の食らった、まあ、食らってんのかも。これ怖いだろ。多分上行ったな。こいつな、地味強えな。いや、この間隔何もできんぞ。うわ、くそ、ちょっとでもはみ出すとまずいな。ここならば腰ダメで。よし、ヒット。まあ、多分ダメージにはなってるっぽいんだよね。で、こっち。早く。さて。今なんだ？あ、食われたのか。爆弾。もうちょい、もうちょいこっち来い。よし。
ちゃんと入ってます。ダメージ。くそ、こいつ強い。移動速度も結構速いしね。どうしようかな。回復薬今ないのか。回復薬じゃあ3つぐらいで、まずこれ使って、バケツ他にどこあったっけ。上行ったな。そう、そこに行きたい。よしよしよし、ここならばボーナスタイム。これ強くないですか。ぬるっときた。まだ生きてんの。さらにパイプ爆弾どうだ。あ、いいよ。元気だね。しっかりガード。全然元気だなこいつ。なんだこれ、こんなか。よし、死にたくねえよっつってこっちも一緒だわ。さてで地雷セット、ちょっと引いて、あ、これない、これ貫通してんの。いや、それずるいんだろう。壁貫通ずるいよな。何この人。いや、こいつや。よしよしよし。いやー、地味に強かったな。で、モロの副眼。吐き気がする。吐き気がする。E さんすら吐き気を催すほどの悪だった。これ地味強かったね、モロ。弾割とモリッと持ってかれたな。どうしよう。ショットガン。と、スナイパーライフルか。ハンドガンね、そう。これすごい使ったわ。と言いながら撃っていく。ここら辺でそうだな。デューク、撃ってくんないかな。弾を。ここら辺はね、あ、これか、鍵ね。よし。思ったよりやるな。誰だ。おいおい、会ったばかりだろう。まあどうでもいいが。残ってるのはお前だけってわけか。お前はタフだ、それは認めよう。だが瓶を揃えた後どうローズを直す。何が言いたいんだ。俺が手を貸してもいい。今さら謝罪か。勘違いすんなよ。これはあくまで取引だ。いいか、村の外れに砦がある。そこで俺の瓶を見つけろ。できたらお前を認めよう。まずは墓地まで戻ってみな。ムカつく野郎だ。他はですね、ないね。あとあれか、ドキュメントか。で、これも1周目にしっかり読みました。ハイゼンベルクが言い出した。この4分割作戦。ただ、イーサもすごいよな。1日の間にこの4貴族全員倒すという。と、カドゥ。これもそうだね。まだ、詳細不明というか。まだプラウダの方が分かったかな。よし。プラウダとか、なんだっけ、ガナード。ガナードは、規制されてる人だったっけ。
からですね、これどうしようかな。マグナム取るルート行くべきか行かないべきか。あっちでもこれ結構敵いたんだよな。弾使うんだよね。一旦戻るか普通に。よし。で、セーブ。これでですね、そう、そっち行っても敵が渡ってるんでね。なので、今回、ここちょっとスルーでいきます。あと、弾か。今、弾持ってるっけ？ちょっと待ってね。弾はですね、ないかな。ない。まあでも、クリアにしようないからね。さあ、こっち。このルートの選択ができる。これいいね。クリアするだけだったらば、行かなくていいと。出た、これ。こっちだよ、つって。いや、これほんとすごいよな。よう立つたわ。こっちだよ。パパ、こっちだよ、つって。ハイゼンベルクな。何気に萌えキャラだな、彼も。でですね、びっくりした。なんかクリーチャーかと思った。ヤンギか。あとそうだ。人食い鬼か。人食い鬼もそうだな。まあ、行かなくてもいいと言えばいいか。で、こっから、あれだわ。砦か、森の。おっと、これは失礼。どっから手に入れたんだよ。弾薬やっぱ売ってないね。で、なんだけど、ここでですね、パーツを買っていく。ドラムマガジンと、待ってね、マグナムの、そう、これか。これが相談スナップ、10万元。これ買っとこうか。で、装備。多分これで、弾全開になったんじゃないの？良き日よ。あ、だよね。よしよし。で、7発。2発アップかな。2発で10万か。ご自由にどうぞ。あとはですね、ここら辺を売っていく。これはモロー様の？これはなんというか、グロテスクアートですな。しかしね、ここに来てハンドガン弾薬、これが減ってきた。これ困ったな。どうしよう。お気になさらず。売ってもない。となると、まあ地雷とかね、ここら辺で応用する。あと、ショットガンパーツ、ロングマガジン。他そうね、特にめぼしいパーツ、これもない。あと何だったかな、ハンドキャノンだったかな、なんか、スナイパーライフル弾を使うハンドガンってのがあるっぽいです。まあなんでそれがあれば、よりいい感じに立ち回っていけるかもしんない。じゃあそうですね、すいません、今回は時間の切れがちょうどいいんで一旦断りにして、で、次回ですね、こっからですね、砦かな。まあ宝は放置でいくか。次回まず森の砦で、で、時間があったら工場に向かっていきましょう。はい。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あとツイッターのフォローをしてくださると嬉しいです。ではね、また次回バイオハザードビレッジでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。